ミミクです。よろしくお願いします。わミミクさん、すげーかっけーアングルですよ。すごいね、ミミクさん動ける、動くぞ我が和室、このこたつの部屋。本当だ。この3人はホラーをやっておりますね。いや、そうですよ、うん、いや、でもね、そろそろこんな声が上がってるんですよ。何なんて大食いコラボをしてほしい。おー、なるほど。なんと3人とも朝食なのに、朝食なのに朝食なのに大食い企画をやってるチャンネルなんですね。確かにミミクさんなんかすごい食べてる印象あるけど、まあ最近ねちょっと食べるね。胃はちっちゃいよね。みかん好きだよね。好き、みかん好きですけど、いや、事前調査の結果全員みかんが好きと。ほう、こたつといえばみかん。まあ年末だし冬だし、今日はこちらを用意しました。というわけで、はい、スタジオなので制限時間を設けましょう。制限時間、バッカー無理にしろ、誰が一番多く食べれたか大食いバトルも兼ねてやっていきたいと思います。余裕、まあ勝てるね。ちょっとあの100個シリーズ、あの成功した試しが、おいおいおい、ちょっとイチゴあった。成功してるじゃん。果物なら成功するんだよ。33個食べたら100個いくんだよね。そう、1人ね。30はいける、任して。おい、やめろ、おい、やめろ、ハードル上げるな。ハードル上げるなんじゃない、絶対いけないから。40無理だろって。15だよ、少ない。いや、それはない。15は余裕、マジ秒だから、すごい速さでいけるから。なんでその自信、どっから来るのその自信は。それじゃあこたつに入ってやっていきましょう。やりましょう。はい。本来みかんこんな乗ってないから、こたつの上にマックス10個だね、乗ってても。 YouTuber だからこたつに乗ってんだよ。大食いって一気にいかないとダメだから。よーい、スタート。ね、1個目スピード勝負しない？あ、いいね、1個目。いいだよ。鼻型に向こうの、鼻型に。はい。え、これ一口じゃない？一口でいくしかないよ。すごいすごいすごい、一口は無理だろ。いや、一口でいくしかない。はい、向いた。早っ。いや、二口だな。ひよってんね。うまい。うん、二人早っ。これはうまい。どうした、めいちゃん、どう詰めた、じいちゃん。うまい。あ、うまいよね、甘いやつ買いましたから。今日大食いでしんどくなんないよ。うまい、これはおいしい。何個がいいのかって、ちょっといいやつはこの汁ついてる。はい、1個食いました。はい、1個。2個目ガンガンいけ、ガンガンいけ。これ50だな。50いける、50いける。やば、あと先考えねえタイプだ。当たりでちっちゃいのがある、めっちゃちっちゃいのがある。おいおいおい、当たりが早いぞそれ。残念だろ普通。おいおいおい、よし、ひよってんのか。2人剥くのうまくない？ピーナッツくん剥くのうまおいおいおい、2個目だよ今。2個目にして何か嫌な予感を感じる。はい、2。はい、2。2。ペース一緒じゃない？このなんかリズミカルにみんなで一緒に進むっていうのがいいかもしれない ね。なるほど、協力ね。筋トレみたいに。おさえ、筋トレ。パワーうまっすぎたら向くの。マジでお手本のような向き方。一口でいってみるわ。すごー、僕も一口でいこう。しゃべれなくなったらやんけ。どっちも。はい、噛めない。やばい。なんかね、半分出てる。ちょっと、ミミク、おい、出すな。何してんだ。飲み込め、お前。なんて丸々一個口に入れたの。本当だよ、僕喉もでかいから。あ、そうなの。今完全にね、喉がね、太めのストローみたいな感じで、あー、もうそのままドゥルドゥルドゥルって入っていったから。おかわり、理解た。ふぅ、余裕だった。どこがだよ。一口はやめた方がいい。みかんと本当に無限に食えるよね。全然いける、全然いける。ごめん、早っ早っ。マジピナス飲んでるね。飲んでる飲んでる、本当に。うん、うまい。確かにジュース感覚で食べればいけるな。うん、ミミック皮むくの下手説だな。おい、バレちゃった。小学生もしかして。じゃあ2人が食べ過ぎなの。普段からみかん食べ過ぎなの。みかん大好きって返事したじゃん。みかん普段食ってないんか。2年ぶりでもみかん食べるの。怖い、怖いよ。深井はみかん離れが。本当だよ。2人は常備されてんのみかんが家に。いつでも食うみかんあるよね。ある。ない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 。2年ぶりのみかん。マジで2年ぶり。マジで刑務所とか入ってた。シャバのみかんうめえ。どう、シャバのみかんは。いや、めっちゃうめえ。これがシャバの味か。刑務所逆にみかん出そうだけどね、ご飯に。出そう。向いてほしい、もう。向いてほしい。ピアスくん向いてあげて、もうミミクちゃん。ミミクさん。向く、食べる、向く、食べる。何してんだよ。この中に腐ったみかんがおるからの。わかんないね。オレンジ博士？違うわ。金髪先生だろ。全然知らんかった。全く似てなかった僕にも。日があるよ。飾った方がいいよ、美術館とかに。これ上手すぎる。ピーナッツくんて。そうそう、僕は8食べました。早い、ピーナッツくん。ふぅ、あれ、ジャイアント白田方式。おい、動画見てるな。心得てしまってるな。もう使っちゃうの。早っ。10。おー、10個食った。こっから動きながら食おう。そうだな、動いた方が楽だわ。座ってのしんどいな。リュック、
リュウ君、みかん食いたいか。いや、ピーナッツかみかん投げてんだわ。はあ、動いたらしんど。ペース落ちてるよ。はい、違うんです、皮剥くのが下手なんです。やったー、うわ、ついに剥いた。お母さんだ。ピーナッツくん何パーセントお腹？70ぐらい。ポモコちゃんは20。マジかよ、そっつけよ。いや、本当に本当に本当にみかん食えるから。え、全然切るまだ。いや、今回スピードも必要だからね、ポモコさん。いや、そう、ちょ、剥くのがさ、やっぱむずいよね、剥くの。剥くのばっかり言うわ、こいつら。剥くの、剥くのって。いやいやいや、今何個ポモコちゃん？10。ならな、ならんだ。まあ、11いきますけどね。あー、やばい。よしよしよし、ピースダウンするぞ、こっから。何してんだお前。堪能してるフルトラを。今日中にこれしないと終わんないんだから。なに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 、今日中にこれ、この作業今日中にしないと終わんないんだから。手品出た、面白いね。すげー、うわー、ミミック何でもリアクションしてくれる説。あー、やばい。あーあー、くー、大食い中の休憩の絵がすごすぎる。ほんとだ、確かに生きてる。ほんとだ、あげー、真上伸ばした、生きてるな。すごい。すげー。あー、腹減ったじゃん、腹減った、やばいな。おい、腹減ったって言ったぞこいつ。やばい、結局拾ってるよ、勝たなきゃ。あー、今日の、今日一番最下位だったってマジ小食だからな。やだ、小食のレッテル貼られるよ。いいだろう、別に小食のレッテル。いや、そのレッテル貼られたらもう大食い等が取れない。やだよね、ご飯系キャラとしてやだよね。そうそうそう、ご飯系キャラでも意外としんどいね。みかんの思い出は、みみきさん。僕なんちゅうキラパスすんの、みかんの思い出。それは今日ね、みかん動画撮るって言ってんだからね、考えてくるよね。確かに自分の中のみかんの引き出しを開けるよな。開けるよな。登録者2万程度じゃそこまでできないかもしれない。おめでとう、2万人。ありがとう、ミミクちゃん、登録者2万人おめでとうございます。はーはー、よっしゃー、テンション上げるわ、テンション上げよう。おえー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 、え、終わった、ついに出すか。元気ないんだよ。終わってじゃねえよ、これ以上求めんじゃねえよ。30いけるって言ってたよな。いける。ミミクさんも50いけるって言ってたよな。いける。え、なんで折れないの、心全然折れてないな。あ、いいな、派手な派手なアクションでお腹を空かせる。うん、お腹空かせよ。自分で入れるの辛いからさ、入れてくんない？うん。あー、みかんを口に。18個目。あーあー、ガッポ。閉じる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 、キモいよこいつら。何してんの。エイリアンがいる。しんどいよ。次それぞれラストでしょ。うん、うん、もう無理。うん。無理だ。向いてあげていこう。最悪だ、剥かれたら食べなきゃいけないっていう。なんでこの地獄みたいな顔して。何食えるかバトルだから。あと1個がやばい、あと1個がやばい。それ 16?15?16。 やばい、15。いいよ、これで終わっていいからな。いじめ、本当に今いじらないよ。ピーナツくん1個剥いて。あー、やめときな、もう15で。やめときな。もう剥いちゃった。今同点なの。今これ食べられたら同点になる。この透明の皮がしんどい。あと1個行きたい、行きたいのに、もう待って。あー、オッケー。あー、あ、死んだ、あ、死んだ。年末年始の実家こんな感じだね。こんなハードじゃないわ、年末年始の実家。もっとダラダラしてるわ。あ、酸っぱい。いやいや、え、いや、意外といけなかったな、みかん。20は確実だと思ってたんだよね。確実。50いけると思ってた。最終結果16との3分の1ぐらいです。 17.5 です。 18。 いやいや、僕の勝ちだな。勝ちってことだよな。おめでとう。いやいや、テンション低い、テンション低い。ポンポコさんが小食のレッテルを貼られます。3人で約1時間で51個でした。おー、すごーい、すごいね。ちなみにしてよくやったんじゃない。やったやった。これで言うと2日に分ければ100個いけるってことですね。まあ同点だね、今回同点。今回同点、全員小食。ミミクちゃんの方のチャンネルにもフルトラで気配切りした動画があったので、ぜひ見てね。お願いします。今日も見てくれてありがとうね。うわ、吐く吐くよ、怖い怖い。というわけで今日も見てくれてありがとう。じゃあね、バイバイ。バイバイ。3人でやる、バイバイ。また明日、じゃあね、バイバイ。バイバイ。あっつい。